ターのある生活をもっと楽しく。おはようございます、かずきです。また夜しかをコピーしてしまった。今回新しくミュージックビデオが公開されたアルジャーノンという曲、僕ねこの曲が大好きなのはもちろんなんですけど、やっぱ夜しかって曲以外のところのセンスも最高なんですよね。まずミュージックビデオがいろいろ考えさせられたし、ジャケットもめちゃくちゃ素敵で、特に衝撃を受けたのがアルジャーノンが収録されている幻冬という作品がすごくて、これいわゆる音楽が入った CD アルバムとかいう感じではなくて、なんかね聴ける画集っていうコンセプトらしいんですよね。画集を開いて、でそれをスマホで読み取るとなんか曲が再生されるみたいな、なんかすごいグッズとして完成されてるというか、もうめちゃくちゃ欲しくなったんですよね。もう見つけた瞬間に予約完了させました。この画集が到着したら開封動画とかショート動画で撮って YouTube に出したいなと思います、できる範囲で。ということで話がそれちゃったんですけど、今回の動画のメインはアルジャーノンのギターフレーズ解説です。アコギパートは初心者さんでも全然弾ける難易度だし、でエレキギターの方も他の曲に比べるとめっちゃ難しいってわけではないので、全然ねチャレンジしていただけるかなと思います。今日はこのピンクのテレキャスを使っていきます。それでは楽しんでいきましょう。はい、イントロからサビ前まではこんな感じですね。この前ヨルシカのアコギフレーズを難易度順で3曲分解説したんですけど、これはねその1曲目に紹介した夜行よりも少しだけ難しいかなっていうくらいの難易度です。なのでレベルは 1.5 ぐらいだと思っておいてください。でこれねカッポは、1,2,3,4,5 フレットに取り付けています。この状態で弾いていきますね。で前回同様、まずはコード進行から覚えていきましょう。まあ、そうすることでアルペジオの運指とか覚えやすくなりますのでね。まず最初のコードが Em7、このダイアグラムと押さえ方を照らし合わせて同じような運指で押さえていきましょう。で2つ目のコードが G on B、 人差し指で5弦にフレットを押さえてそれだけ。で3つ目のコードが C add9、 まあこの押さえ方がねこの曲では弾きやすいかなと思います。で最後が G コード、薬指で6弦3フレットを押さえるだけですね。で2周目以降のコード進行は C add 9の後に D が挟まるっていうだけです。こんな感じ。すごくシンプルだと思うので、このダイアグラムの押さえ方をしっかり覚えておきましょう。はい、それじゃあアルペジオを弾いていきます。今回は3フィンガーでのアルペジオですね。親指、人差し指、中指を使っていきます。最初がこんな感じ。親指で6弦とで中指で2弦を同時に弾く、つまむような感じですね。でその後にまた親指で4弦で、次は人差し指で3弦、最後にもう1回親指、こんな感じ。まあ、この曲は基本的に今のアルペジオパターンでずっと弾いていきます。ゆっくり弾いてみるので参考にしてください。次2周目がこんな感じ。でこの次のコードがちょっと変わりますね。こんな感じで C から D に連続で変わるんですけど、 C の時は5弦4弦3弦をそれぞれ親指、人差し指、中指を使って弾きます。こんな感じ。で次人差し指で4弦も弾くって感じですね。で D コードにチェンジしてこんな感じで弾きます。
はい、で次もちょっと難しいとこですね。 G コードを弾いた後に中指で3弦の2フレット、そして小指で2弦の3フレット、この2つを押さえてこんな感じでスライドします。で最後両方離して2弦の開放ですね。これを連続でやるとこんな感じの音になります。でこれね、コツとしてはこのスライドするときに手全体をこの親指からバッて動かしちゃうと安定感がなくなるので、親指はネックの裏でこう同じポジションに置いたままこっちの前側の指だけをこうやってスライドさせます。そうするとねすごく安定するので、親指は同じところに置いておいてください。2周目を続けて弾くと、こんな感じで3周目、こっちはね、まあ、特に難しいことはないかなと思います。で次4周目がこんな感じ。この C から D に行くときに弦を1本ずつメロディっぽく弾いてあげるっていう風になってますね。こんな感じ。ここまでが A メロ。綺麗に音を鳴らせるように頑張って練習しましょう。B メロはねすごく短くて、まあ、普通に Em7 を弾きます、まあ、この時僕は人差し指のこの爪の部分を使ってこうジャラーンって弾いてますね。ピックみたいな音が鳴ります。で右手をこの弦の上にポンって置いて音を止めます。この間にコードチェンジして、Cm9 から Dsus4 にコードチェンジして B メロは終了です。一瞬ですよね。こんな感じでサビに入ると左側からねエレキギターのかっこいい音が聞こえてくるんですよね。このメロディーめちゃくちゃ好きなんですけど、あー気持ちいい。でこれ運指はどうやってるのっていうと、まあ、最初だけちょっと複雑なので説明しておきます。まず薬指を使って1弦の17フレットですね、これを押さえてください。でここから20フレットまでスライドで、次は2弦の20フレットを押さえたいんですけど、そこは中指で押さえてあげます。そう、薬指から交代しますね。ここでで、そう17フレットにスライドで、ここまで来たら次は3弦の17フレットを押さえたいんですけど、ここはですねそのまま中指をちょっと上にこうグイッて倒してあげて3弦17フレットを押さえます。ゆっくり続けると、こんな感じ。そうなので最初にねこう2弦の20フレットを中指で押さえた時に、もう完全に中指の指先でキンキンに押さえるんじゃなくて、ある程度中指のこの腹側でベタって押さえてあげる。そうしておくことでこう中指の指先に余裕が生まれてますので、こうやって3弦によいしょって映りやすいんですよね。なので、まあ、その指のどの辺で押さえるかっていうのも意識してあげてください。はい、でここまで来たらあとはまた人差し指があとは余ってると思うので、これを4弦の19フレットに乗せてスライドします。
あとの運指は薬指と人差し指、この2本だけを使ってやっていきます。こんな感じ。まあざっくりそれさえできたら、2周目もメロディーが違うだけで難易度は一緒ですので、同じように弾けるかなと思います。はい、というわけで最後にちょっと音作りにも触れておきますと、今回使ったギターがこのピンクのテレキャスターですね。これね、たまにコラボさせていただいている友達のあまねくーさんがやっているクードットカラーっていうブランドのギターで、もうねこれヘッドのデザインが好みすぎて、ちょっと貸してくれへんって頼んで今借りて使っています。ちゃんとしたレビュー動画は1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに出そうかなと思ってます。はい、でテレキャスを使って、でピックアップはねこれフロントピックアップを選んでいます。まあ、今回はセンターよりもフロントかなってなんとなく思いました。でフロントで普通に音を出すとこんな感じ。うん、いい音ですね。ただこのドクリーンな感じでハイポジションで弾くと、ちょっと音が細い感じになるので、ここにペトラのノアというオーバードライブをオンにしてあげると、すごいちょうどいい感じの音になりますよね。トーンをかなり下げて、原因もちょっと控えめにしてあげると、僕の環境ではいい感じになりました。まあ、これだけですね。普通にアンプでクリーントーンを作って、そこにちょっとだけオーバードライブで歪みを足してあげることで音を太くしているよっていう、そういう考え方で作りました。ぜひアルジャーノンコピーしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこんな感じでギターのある生活をもっと楽しくをコンセプトにやってますので、もしまだの人はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。